はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで GT さんですね。はい、トップスファーストエディションを合計6パックですね。はい。じゃあ、今日ね、発送いたしますので、まあ明日着予定かなと思います。今日は早めに行きます。はい、マット・バーンズ。かっこいいな、写真が。スティーブ、オレンジ。はい、オレンジだと思います。75枚限定ですね、これはね。誰だ？はい。デスクラフィーニさん。はい。ジャイアンツのピッチャーですね。まあ、まだまだこれが、あ、ちょっと待って、下にパラレルもう一枚入ってる。ほんとこれ適当だよね。75尻。はい。よいしょ。金だ。お、ウリアス。ですね。こういう飛び飛びで入ってる場合もちょこちょこありましたね。FF フィーニー。マットマニア、あ、ここでルーキーがいました。うん。はい。ルーキー1枚。パラレルが2枚入ってたりとか、ね。ルーキーが4枚入ってたりとか、入ってなかったりとか。あ、グリーンですね。ランダム感がすごいですよ、これ。ね。誰だ？カーソン・ケリー、ダイヤモンドバックスのキャッチャーです。150。後ろには金はいないか。あ、モリナ。トランブルさん、ジオリット。あ、ここにルーキーがいましたね。マコーミック。あ、もう一枚いました。ほら、ね。まあ、こういうランダム感の方が面白いかもしれないですけどね。きっちり入ってるよりは。今度、金ホイール、メリフィールドの下。お、アリゾナの、ルーキーカップですよ。金ホイール。はい。ね。バスケス、アレナード、タピアに、アキン君に、マイリー。うん。あ、タティス入ってます。で、フェアチャイルド、ルーキーですね。フェアチルド。ね。フェアチルド。はい。バーローさん。で、ベッツの下、金ホイールかな？ですね、多分。おー、写真がね。はい。ブラッドリーしてますね。うん。はい。ね。はい。で、マッツさんに、ビーバーさん、ヘンドリックさん、グランダルさん。で、投手3人。ポップンと、グレイですね。あと2パック。大谷さん出したいね。はい。ロジャース、タイラー・ロジャース。グリーン。また足が飛んでる。ジオリト。ね。ジオリトしてますね、これもね。はい。よいしょ。ソトさん、ロジャース。コントレさん。ブラントリーの下、ルーキーはロング。で、デビン・ウィリアムス。お！デュラン来た。うん、じゃあ、あれだ。はい。去年どうだったんですかね、その前とかも。まあ、マイナーで16本、60試合で16本打ってるんで、やっぱパンチ力ありますよね。で、走力もあるので、外野としてはいいんじゃないですかね。守備範囲も広くて。はい。で、最後です。あ、2枚パターン。オレンジと金かな。デグロムさんの下。ダルビッシュ！はい。おー、いいっすね。75シリアル。今年も開幕投手という話ですね。ダルビッシュ来ました。で、金ホイール。マナヤさん。はい。これ金ホイールです。で、ジマーマン、ボガーツ、カブレラ。お、マッシュ来ましたね。
ヘルナンデスさん。はい。で、終了です。はい。ルーキーも、ね、そこそこ枚数出て、まあ、デュラン出ましたからね。マーシュも、オープン戦まあまあ、ね、良かったですね。まあ、数字上で見ちゃうと、アデルのが、だいぶ良かったですけど、まあ、アデルは去年ですからね。ダルビッシュ来ました。すごい投手ですよね。いいコーチになるんじゃないですかね。引退後も。すごいこう、教えるのがうまいイメージですね。上手なイメージです。これ。まあ、店長のイメージですけどね、ただ。ブラッドリーさん、ルーキーが1枚2枚入りのが多かったかな。これいいですね。これちょっとローダー入れちゃおうかな。ちょっとローダーね、あのオリジナルのいっぱい届いたんで、ちょっと使いまくっちゃいますよPB の場合はなるべく入れちゃいますよ。これうちのオリジナルの35ポイントなんで、あの、よかったら、あの、買ってもいいなと思ったら買っていただければ。はい。かなり物はいいと思います。出来はいい。ね。完成度はかなりいいと思います。はい。ということで、シリアルが4枚。で、キンホイルが2枚か。まあ、ただ、1個がね、アルザレナのルーキーカップ。うん。で、ルーキーもデュラン。ですね。で、パラレルは4枚、150シリが2つと75シリが2つ。合計4枚シリアルが来ました。6パックで。はい。あとは330人いますんで、ね、そこなんですよね。はい。じゃあ、ポーカーやります。左が店長で右がお客様です。店長に勝利すると赤マグホ35ポイントです。35ポイントのカードなので。3回押します。1、2、お、ピコピコと最後に来たのが11でしたね。はい。じゃあ店長は。2、3。お。店長は9のワンペアです。はい。ということでお客様勝利です。で、この35ポイントの赤マグホ、ね、入れていただければと思います。はい。よかったらご視聴ください。まあ、こんな感じですね。うん。まあ、はい。はい、じゃあまたね、よろしくお願いします。今日発送します。ありがとうございました。